どうも皆さんこんにちは。世界一ドラクエジョーカー1のソフトを持ってる男です。ということでですね、今回はね、浴室に今までね買い集めたジョーカー1のソフトをね並べることにしてみました。はい。でこんだけ並べるのに30分ぐらいかけて、俺はずっとねちまちま並べてたんですよ。見てください、この量やばくないですか。壁なんかこれテープで貼り付けたんだよ俺、頑張って。何に時間使ってんだって感じですけど、はい、こんな感じでずらーっと並べました。はい。でまずね、ソフトケースが付いているものね、このソフトケースが付いているものがなんと177枚ありました。全部でここ一面にあるやつね、全部数えると177枚あります。はい。でケースないもの、ソフト単体のものね、こちらにねバラバラっと置きましたけれども、これがここにあるね5枚を合わせて全部で51枚です。はい。で、カセットケースあるのとソフト単体のものね、これね全部合わせるとなんと228枚でした。はい。やばいです、この量はすごくないですか。でこの一面ね、やばいでしょ、こんなにあるんですよ。これだったらね、多分ね一生ねジョーカー1をねデータ消すことなく遊び尽くせます。はい。でですね、一体ねこんだけ買うのにね、ジョーカーをいくら使ったのかって話になるじゃないですか。でだいたいね300円から500円、まあ高くても800円ぐらいのもあったんだけど、まあだいたい間を取って400円にしましょう。で400円かける228枚をやったところ、なんとね9万いくらになりました。9万ね1000いくらだったんだよ、まあだいたい9万円ぐらいですね。まあ2年間でトータルこれ全部買って9万円でしたね。まあでもね、これでね俺は一生ねジョーカー1をねプレイすることができると思うんで、まあこれからも安く売ってれば買うかもしれないんですけど、まあ一旦もうやめとこうかな。これ置き場がないんですよ。まあここに置いとくとねシャワー浴びれなくなっちゃうんで、風呂も入れねえし、まあすぐ片付けるんだけど、この動画撮ったら。こんな感じでしたね。2年間買い漁って228枚揃えました。かかったお金は9万円でした。はい。てなわけで動画終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。お疲れ様です。